この自家製のもみだれ、このタレで食べるフグが絶品なんですよ。焼きフグ大好きケンチャンネル始まるよ。いざ実食。こんにちは、焼きフグ大好きケンちゃんです。いやー、服の前大盛況ですよね、最近。ありがとうございます。このフグ、なんで始められたんですか？いや、もともとは僕は料理人じゃなくて、不動産会社を持ってたんですけど、会社で食事会でね、使ってたフグ屋さんがあって、だからまあこのフグはね、会社の子たちとも食事会は大体フグ屋さんが多かった。へえ。みんなを連れて行きましたわ、昔は。で、そこの店長さんと仲良くて、そこのフグ屋さんが潰れたんですよね。まあ、社長なんとか仕事を一緒にやってもらえませんかっていうことで、まあまあ、新世町の本店にたどり着いて、ね、一緒にすることになったんですけど。なるほど。フグにたどり着く前はどういった経緯で？俺はもともとはもう、まあ、昔小さい時からの夢っていうのはもう、食べ物屋さんやったけど、家がやっぱ金なかったんで、僕もずっと小学校3年生の時から新聞配達やって、6年生、5年生の時かな、まあ少年野球チーム入りたかったんで、とりあえず新聞配達頑張って、チョコのお金でユニフォーム買うて、平野エンゼルス、まあ軟式野球の方なんですけど、そこでまあ5期生のキャプテンさせてもらいまして、頑張って卒業祝いね、させてもらったんですけど、そこからちょうどまあね、高校に入らせてもらった時に、で自分でアルバイト行ったお金で自分で入学金も払って自分で教科書代も払って学費も払って行ったんですけど、高校2年生の時にね、ある人にちょっとお金借りてたこ焼き始めたんですよ。それが一番初め事業のきっかけやったんですよね。ものすごく繁盛したたこ焼き屋さんだったんですけど、まあ、最終的にはお金借りた人に乗っ取られたというか、いろんな経緯がありまして、たこ焼き断念せざるを得ないような形になったんですけど、まあ、その後まあお金もないし、辻町とかね、調理学校に行けるお金もなかったんで、とりあえず別の道に進まなあかんということで、まあ不動産会社の道にね、進む。ちょうど22の時に独立させてもらって、そうですね、今から10年ほど前まではずっと不動産会社で頑張ってましたね。それはフグが大好きやったからね。そうですね、もう小さい時から父親に、うん、まあよく南にニュージャパンサウナってあったじゃないですか。はい、今はもう梅田しかないんだけど、そこによく連れて行かれたんですよね。まあ、小学校4年生、5年生ぐらいかな。ちょうどそのね、真向かいに与太郎さんっていうね、てっちり屋さんが今でもあると思うんですけど、そこがものすごく美味しかったんですよ。父親にサウナ連れて行かれては、与太郎でフグ食べて、その裏の吉田バーっていう有名なバーがあったんですけど、バーで僕はジュース飲んで、父親は酒飲んで帰るっていうパターンが、まあ、しょっちゅうあったんですね。まあ、家が毎日鍋屋いうこともあって、本当は鍋飽きとったんですけど、まあまあ、フグが、やっぱり父親ゆすり、フグがもうね、大好物っていうかね、になったということですわ。あ、今後この服の前心斎橋本店、まあもう一店舗、北新地の方にもありますけども、はい、今後こういう服の前フグのコースであったり、こういったお店をどうしていきたいとかっていう展開は考えられてるんですか？展開はまあでもね、本音言うてね、店舗をどんどん広めたいなとかっていう気持ちはあるんだけど、でもやっぱり人が続かんですよね。限界がありますよね。働いてる人がほんま大変やと思います。でもほんまありがたいし、だから言ってしまうとやっぱこう働いてる人が大変やから、まあしかも今もうね、人が集まらないですね。いろんな工夫しながら人集めようと思ってますけど、やっぱり限界がありますよね。そういう中で今頑張ってる状態です。ちなみにこの服の前心斎橋本店を出して、このお店に来ていただいた人への思いであったり、このお店の思いとか、どういう風になんかしていきたいみたいなものがあるんですか？まあでもやっぱ一番思ったのはやっぱりコロナの時ですよね。3ヶ月先まで予約取れへんような店だったんですけど、ところがやっぱコロナでキャンセルが続出して大変な時期が来てね、この店の代表と一緒にこういろんな面で試行錯誤しながら頑張ったけど、やっぱり最終的に助けてもらったのは常連さん。今でもそうです。常連さんがもう8割で、最近はまあ新規のお客さんもかなり口コミで増えてきましたけど、そうですね、12月はもうパンパンですよね、予約いっぱいで。いや本当ですよね、はい、大盛況。じゃあ大鵬社長のフグへの思いみたいなものを教えてもらえた、はい、そうですね、僕小さい時からフグが大好きで、まあ、父親によく連れて行かれてね、まあ大阪はフグ屋さんめっちゃ多いんですよ。でも大体ね、1キロ前後ぐらいのこんな小さいフグを使ってるお店さんが多いんやけど、服の前で大体2キロ半から3キロ、要するに3年生やね、
今よく聞かれると思いますけど、3年フルで3年とら漆をしているので、身の大きさがまた違うんです。であと、まあ、調理の仕方もあるんですけど、やっぱフルっていうのは淡白やから、特に若い人は味がないと思ったりとかですよ。まあ、そういう方にはぜひともフクの前の焼きフグを食べてもらってほしいんですよ。自家製のもみだれ、このタレで食べるフグが絶品なんですよ。本当にうまいです。塩味、タレ味でニンニク味なんですけど、僕はニンニク味が大好きなんですけど、どれを食べても美味しいです。特に若い方にはその今までのイメージを一掃してもらえると思うんで、ぜひ福の前の焼きフグをまず一回食べていただいて、またポン酢も美味しいです。自家製やから。ノーマルのポン酢もあるんですけど、ニンニクポン酢で、ね、自家製にこうニンニクも入れたりとか、いろんな薬味、12種類の薬味入れたねポン酢があるので、それも、楽しみながらフグを一回食べてほしいなと思います。